伝説の大魔法使いにしてすごい悪魔を従いし者。私たちが相手になる。クンクン、手がかりの匂いがするぞ。真相はすぐ近くだ。どんな証拠も見逃さないぞ。体力勝負なのね。すべての謎は私が暴く。元気？ゆきかみなるです。ということで、今回なんですけど、来ましたね、伝説フェス。というわけで、こちらですね。バレア米っ子探偵団ガチャ、パート3、伝説冒険者フェスといった形となっております。というわけ、今回、なんですけど、伝説冒険者フェスの米っ子、そして、探偵のミーヤ、で、ニュンニュンですね。見ていこうと思います。まずは、はい、伝説の冒険者米っ子ということで、今回はすべて全員、非属性となっております。ランダムの敵に185の、非属性魔法ダメージを2回与える自分の武器ショーアップ EX。敵1体 147%。デファブ状態の敵には 194%。非属性魔法ダメージ&味方全員の非属性ダメージをショーアップ EX。EX2 つ持ってるの珍しいね。で、敵一旦105の非属性魔法ダメージ&味方の必殺スキルゲージをショーアップといった形で、ようやくまあ初期の米っ子も強かったけど、伝説でさらに強くなるというわけですね。で、魔法攻撃力が 9% アップと。で、探偵のミーヤですね。まあ、探偵のミーヤの前が魔法城塞ミーヤ。まあ、これも割と使われていたんだけど、最近めったに見なくなったなって形ではあるので、まあ、非常にいいのかなって思います。敵全体に109の HP70 以上で137の非属性物理ダメージですね。で、味方全員のショーアップ。微小線をショーアップすると。B 小線をチューアップしての味方全員の風属性ダメージカット&味方全員の大ダメージの反撃効果。ついにミーヤも反撃効果がもらえましたね。はい。って形ですね。はい、ユンユン。まあ、ユンユンに関しては、期間限定ハロウィンイベントでハロウィンユンユンが非属性だったので、まあ、それぶりですかね。で、まあ、ランダムの敵に260の非属性ダメージを2回与える。で、敵一旦141の非属性魔法ダメージ&味方全員の必殺ゲージをチューアップ。って形ですね。で、魔法攻撃、物理攻撃、魔法攻撃って形ですね。まあ、伝説冒険者フェスは伝説冒険者フェスで期間限定で、探偵のミーヤと探偵のユンユンに関しては、工場キャラとなっております。イラスト的にはね、我が名はコメッコ、伝説の大魔法使いにして、すごい悪魔を従いし者。こんな形ですね。まあ、言っちゃえば、まあ、若干、アレエに近いような服装にはなってはいるっちゃなってんのかな。若干、
まあ、そんな気がしますけど、色的にはね。あとはあれとか、まあ恵みも混ざったような形のイラストかな。猫探しもお手伝いも困りごとは全部探偵団が解決するぞ。というわけでミーヤですね。ミーヤはのイラストだとこんな形となっております。でユンユンに関してはもうお友達みたいなものよね。ね、まあこんな形ですね。はい、可愛らしいなユンユン。まあこんな形ですね。そして生贄を捧げよ。一人保証メンバー確定ガチャですね。こちらがまあ、こんな形で、伝説冒険者や入ってますね。未属性のものをゲットしていただけるとありがたいのかな。まあ、こん中から例えばこれとかこうとかこれとかこうとかこれとか持ってないキャラたちね。はい、生贄を捧げよ。うまいご飯はいつでも大歓迎。こん中から出ますよって形ですね。生贄を捧げよ。うまいご飯はいつでも大歓迎。で、優勝4000クォーツですね。生贄を捧げ4000クォースもかかりますが、まあどれか1体ですね。10人から1人当たるって形のものとなっております。で、それぞれの、フェスゲームピックアップが出ておりまして、はい、こんな形でパート3まであるといった形となっております。討伐イベントが開催中です。参加して特別な報酬を獲得しましょう。というわけでイベント行きましょう。この職場腹が減っては謎解き激怒。一人で食うよりみんなとご飯。美味しいご飯を食べるため今日も今日とって謎を追う。見た目は子供、胃袋は大人。我ら米っ子探偵団。久しぶり。元気してた？今日もみんなを謎と神秘とミステリーの世界へいざなわん。いいですか、コメッコ。今回で探偵団はおしまいにしてくださいね。というわけで、解決コメッコ探偵団食卓のナイトメアといった形でございます。まあ今回の話的にはなんかまあ、またチャーリーが出たりとか、あと本当にメグミンが、メコ探偵団の存在を知ってしまって、今回こそ辞めるべきというかね、お姉ちゃんとしては、まあ、怪我してしまう可能性が十分なので、まあね、そこをまあお姉ちゃんの優しさとして辞めてほしいと思っているんですよね。コメッコが無茶しないか姉として心配です。というわけでメグミンが配布で、敵全体に129の HP71 より168の非属性魔法ダメージ、敵一体に162の非属性魔法ダメージ&自分の魔法攻撃を中アップで、非属性攻撃 6%って形ですね。まあこれ全員揃ってのいいですよね。クエスト全員コメコ探偵団。さてコメコ探偵団を今回終わってしまうのかが非常にちょっと分かりにくいんですけど、イベントを見ないと分かりませんね。ということで今回もトロールエリートというわけでチャーリーですね。またしてもボスは、まあ、編成に関しては非属性でいいって形ですね。
火属性と風耐性からと有利に戦えますというわけでシンプルめとなっております。というわけでやっていきましょう。自分は伝説エイカー初期のロリーサエリスでやっていきます。さあやっていきましょう。お店の開店までには帰りますよ。邪魔しないで。これでどう？かわいく攻撃。まあ今回もね、チャーリーというわけでもなんか飽きてきたなって思いますね。前回もチャーリーでしたからね。攻撃してても可愛い。メリークリスマス。まあ大体34ぐらいしか出ませんね。まあ伝説のルイッサーじゃないからね、自分は。このスバ。まあこんなもんですかね。爆裂魔法を打ったので報酬をもらう前に起こしていただけるとありがたいです。あー、ここも変わったね。なんかサイレントアップレットされてますね。なんか次の冒険に備えましょう。東亜集めて集めて豪華なアイテムをゲットみたいな形で、こんなイラストではなかったはずなんだけどな。変わってますね。ここはそこまで、まあ、ちょっと変わってるって形ですかね。よりなんかまあそこまで、まあいつものような形かな。まあそこまで変わらないって形ですかね。うん、まあこんなもんでしょうって形ですね。怪盗ハーツも、そしてパネルミッションが、追加されております。我が名はコメッコ。巨万の富を手にし世界中の食べ物を胃に収めるもの。伝説冒険者フェス開催記念としてパネルミッションで、バイトイベントをまあ60回アリーナを3回ずつ、まあこれに関してはまあ3日とか2日までにはできそうなラインナップではあるかなって思いますね。頑張れば2日とか3日で終わりそうな形ではありますが、まあ、こんなもんですかね。というわけでバレアコメコ探偵団ガチャ伝説冒険者フェスが来ましたよ。というわけでまあ非常にね、あのこのタイミングで伝説とかが来ると正直7月が危険ですね。まあ7月水着があるかどうかっていうか、ちょっとずれまくってるしっていうかね。まあなんか水夏、このファンの夏だったり、あとまあ 3.5 周年アニバーサリーが、それが、どうなるのかが非常にちょっと分かりにくいというか、誰が来るのかも分かりにくいですかね。あとは本当にエクストラメンバーとかも追加されるのかどうかとか、あと3枠目のね、あのプレイアブルキャラクター、こちらも残ってはいるので、まあそこがもしかしたらまあ7月あたりに来るのかなって思うんですけど、どうなんでしょうか。というわけで以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆきかみなのでございました。またね、バイバイ。エンディング。